ロデンジャパン。はい、龍電です。ということで今回もモンハンナビやっていきたいと思うんですけども、今ですねプケプケアシュが来ております。今更なんですけども、まあ、こいつのね武器はまあ置いといて、頭の装備がですねすごく優秀になってるんですよ。武器何やったっけ、ラグーナやったなんかちょっと覚えてないんだけど、はい、グレード8の1まで上げるとすんごく強くなるんですけども、8の1なんですよ。めっちゃ素材いるんで、はい、もうどんどん芝居ていきたいと思います。まあ別にねプケプケメインじゃなくて、もうこれからですね、まあそんなに定期的に上げれるかどうかわかんないんですけども、目標めっちゃ電車走ってる。はい、まあ適当に遊んでいきます。適当に遊ぶシリーズパート1でやっていきたいと思います。はい、というわけでプケプケアシュと戦っていきたいと思います。使う装備はですね、前回の動画で紹介した超絶快適装備、はい、回距離3の弓装備となってるんですけども、このブレス見とってえぐない？なんかホースの真ん中をさ指で止めたらこんな感じになるよねそういう原理かな、プケプケアシュ君で。変な走り方してきてダウンを取られていくというわけで、ちょっとね無敵のゲイルホン装備が、はい、ちょっとねこの子にはなかなか効きづらいのが、まあただ俺が下手くそなのか、まあ下手くそなんですねまあ3回も被弾しちゃってるから、ほなどないしようかこれで、まあ、ちょっと次のプケプケアッシュではですね、逆に近接武器のチャージアックスをですね最近ちょっと結構使ってますんで、ちょっと結構ね使ってますんで、チャージアックスで挑んでみたいと思います。それでは SP で翼を破壊できない。うん、ほんじゃ着いこうか。はい、ちゅうわけで次はねチャージアックスを使っていきたいと思います。まあチャージアックスになったんでね、画面両端の装備紹介してる画像もちょっと変わったと思うんですけども、まあねそんなに育ててないよ、武器育ってないし、まあそこまで上手くもないんでね、あもうだいぶ適当なんですけども、はい、これねガードポイント気持ちいい。でこれチャークはねこのガードポイントがあるのがいいよね。こうほら変形した瞬間とか後とかにねガードの判定があるんで、うまいことそれ使いこなしたらね、この二股ホースくん適当な名前やけど、二股ホースくんのね攻撃をねガードでいきちゃうんで安全に戦えるということで、近寄った方がむしろ安全なんでしょうかということで、はい、かっこいいよねこの、まずチャージアックスかっこいい。はい、次3体目いきましょうと見せかけて何か乱入していく。はい、というわけでですね3体目は山田さんに偽物と戦っていきたいと思います。まあちょっとねこの子にも別に氷の着火担いでもいいんですけども、さすがに武器が弱すぎるんでね、さっきのゲイルホンの快適ゲイルホン装備でいきたいと思います。はい、久しぶりやね、大連続でこの子と戦うの初めてかもしれない。はい、まあ何かしら、何やったっけな、今ゲイルホーンのグレードが9の2で、このねレアさんの背中の素材が欲しいんで、確かね背中を狙ってますねこの時。はい、上の方、まあ、でもこう狙ってみた感じで全然体力減れへんやんってビビって、たまに翼を狙ってますね。はい、定期的に背中やったりお腹を狙って、はい、ここですね叫ぶともで SP を追ったんですけども、その前にねひるんでしまって、ここギリギリでねジャスト回避できましたね。はい、ちょっと発動してるスキルの中にジャスト回避強化が入ってたんで、まあそこに救われたのかもしれないですね今のは。はい、よかったですここもなこのえぐい突進してくるやん、地面の中からうわーってくるやん、ゴーヤちゃんみたいに。怖いよね、タイミングしてたらね今みたいに避けれるかもしんないんですけども、まあ安全に立ち回った方がいいですね多分、知らんけど。あー全然どこも壊れへんかったもう綺麗なまま終わっちゃいましたね。はい、ということでまあちょっとプケプケに戻ろうか。
あ、背中出た。はい、ちゅうわけでまたね、このプケプケアッシュにチャージアクスを使っていこうと思うんですけども、あの魅力的な、大技、超高出力属性解放なんとか、あれをね打ちたいんですけども、まあまあ結構怖いよね、いつ打つねみたいな感じなんですけども、今回はねそのいいタイミングをね紹介できるかと思います。知らんけど、まずはこのね、属性強化いらないんですけどね、十分もう属性強化せずに打っても強いんですけども、一応やっといて、この今回の動画は全部属性強化しますね。でこの大技の後がねチャンスなんですけども、怖かったらねこの今みたいに長押しでガードしておきましょう。ほら見て、いい感じに入ったでしょ。しかも頭も破壊して体力ミリ完璧ですね。チャークが楽しいチャークが楽しいのよ、ほんまに。皆さんも使ってみてください。あ、今更か。はい、まあもうね、あんまもう同じような映像が続くんですけども、今回はねこの黄色の瓶の状態でチャージしたら3つなんですけども、3つしかチャージされないんですけども、こうね回避したら瓶が溜まるよね。どういう仕組みガードして瓶が溜まるのはわかるけど、ジャスト回避するだけで瓶溜まるの、どういう仕組みお、見てこれ、何も入ってなくても強いのよチャージマックスで、なんでか落ちてきてね、もう八百長対決です。これプケプケくんが何もしてへんのに落ちてきたよ。はい、次星7と戦うわ。はい、ちゅうわけでですね、ちょっとレベルアップした星7のプツケプツケアッシュくんと戦っていきたいと思うんですけども、はい、まずは瓶を貯めて、でこうケツからね、ゲリピンなんですかと、ダイヤリーアンなんですかということで、うまいこと避けてガード、ナイス。まずは属性強化しなくてもいいんですけどね。でもう準備万端ですね、準備万端なんですけども、ここで大技、プケプケくんの大技が来て、体力が全然減ってないよね、星7になると。うん、まあ、ちょっとビビって攻撃しないのもあったんですけど、ここで食らっちゃうということで、はい、でも超高出力タイムチャンス、ぶちかまして、これね剣に戻すまでに SP のボタンを押したらもう一発連続で打てるんですよ。えぐない？他のシリーズ一個もないよねそんなモンハンナウ特有の。はい、で頭をぶっ壊したんですけども、残りの時間がですねもうあと10秒しかないということで、まあ、結構減らしてはいるけどね、序盤にちょっと叩かなさすぎたね。はい、でここでもさすがに属性強化はしてなかったんですけども、はい、ゲームオーバーじゃないよね、これタイムアップ。はい、ちょリベンジしますわ。はい、ちゅうわけで全く同じねプケプケくんにもう一回リベンジしてますね。で今の反省を踏まえてですね、はい、慎重なんですけども、ガンガン攻撃を顔面にぶち込んでいくということで、はい、まずは属性強化、盾を強化していって、でまた瓶貯めていきますよ。でここで叫ぶ前にね瓶が溜まったのが良かったね。はい、カウンターの高出力、シンプルなやつね。で今ダメージ食らいそうやったんで SP 打ったらぶっ壊れて、いい感じに撃墜していくということで、まだ瓶がね4つも溜まってるんで、ブンブン回しといて、シンプルなやつ、これね、シンプルなやつね、瓶1個しか使えへんのにだいぶダメージでかいんですよ、おすすめです。ちゅうわけで星7もね難なくクリアできましたね。星8いけるんじゃねー。はい、ということでこの時点でもうプケプケアッシュとはね20回ぐらい戦ってだいぶ倒したんですけど、これ見て、避けるタイミング分かっちゃったよね。星5のプケプケアッシュやったらねゲールホーンいけるんじゃねーって思って練習してたんですけど、なんかね、うん、避けるタイミング分かったから、ちょっと次プケプケアッシュもう一匹見つけしたら、ちょっとゲイルホーンと戦えるピンキャンプイーンや。はい、ちゅうわけでこの動画の最後のプケプケアッシュになります。まあ、最後はねやっぱゲイルホーンで締めたいと思うんですけども、最初とはちょっと違うね破壊を装備で来てますね。 V 破壊集中狙いで、はい、もう完全に避けるタイミング分かりましたね。今のタイミングですよ、パーンシューンタイミングね、ベルー、シュインのタイミングで避けましょうということで、この時点でもうだいぶ破壊してますね。
はい、背中、両翼、最後 SP で顔面をぶっ壊していくと。もう戦闘入ってから全然解説してなかったけどね。はい、久しぶりに 4V 破壊ができましたということで、はい、プケプケアッシュならね、こんだけもう全然広角出えへんやんけ。8の1等。